ああ、トモンよ、出発の時間ですか？了解です。食べ物や飲み物はたくさん用意してくださいね。これから先はすごい数の階段が待っていますから。ただいま戻りました、お母様。ブローニャ、私は貴様を失うかと。今までどこに行ってたの？怪我はない？すぐに執事を呼んでくるから。 いえ、今はセバスに会いたい気分では。ごめんなさい、お母様。私なら大丈夫です。下層部を回り、何度か戦闘もありましたが、概ね対処できました。下層部。そう、分かったわ。では貴様が見たものを報告するといい、ブローニャ統領。外縁通路での逮捕作戦が失敗した後、私は指名手配されていたよそ者と一緒に何らかの方法で下層部に連れて行かれました。当時の状況に迫られ、私たちは一時的に共同戦線を張り、共に下層部の民を助け、生存問題を解決したのです。そこで私たちはスバローグという名の古のロボットを倒し、真実を、性格に関する真実を知ることができました。聞いてるわ、続けなさい。カカリア様、私が保証いたします。あの天外の来訪者たちは決して私たちが想像していたような悪党ではありません。私は彼らが正義のために戦い、他人の理想のために命を懸けるところを見ました。故に確信したのです。彼らの目的は本当に正確であり、正確によるベロブルグの最悪を解決しに来たのだと。お母様、お母様はずっと前から正確の真実を知っていたのですよね。そして私もいつか知ることになったのでしょう。守護者になる対価の一つがその秘密を背負うことであると。ですから、恐れながら私はよそ者への逮捕命令は間違った選択だと考えます。性格がもたらした問題を解決するために喧騒者は何百年も待ち続けました。そして彼らこそがその。もういい。傲慢、無知、失望したぞ、ブローニャ。氷山の一角を垣間見ただけで全ての真相を知った気になっている。下層部で泥にまみれた挙句、よくも私の命令を疑えたものだな。シルバーメインよ、ブローニャを。彼らは泥ではありません。私の過去、そしてあなたからは聞けなかったことを全て思い出しました。もう逃げたりしません、守護者様。これ以上曖昧な言葉でごまかそうとしないでください。守護者様が見たものを教えてください。一体何を隠してらっしゃるのですか？どうしてシルバーメインを列界に送り無駄死にさせるのですか？どうして下層部の民を見捨てたのですか？どうしてあの時お考えを変えたのですか？わかったわ。いつかこの日が来るとは思っていたけど、こんなにも早いとは。私がなぜあんな命令を下したのか知りたい。そうだな、本当に真実に触れる覚悟はできているのか、ブローニャ。はっ、覚悟ならできております、お母様。ではついてきなさい。この死に瀕した世界の彼女の声を聞かせる時が来たわ。さあ、ここへ来て。さあ、ここへ来なさい。はあ、やっと戻ってきた。はあ、あと少しで新鮮な空気の味を忘れるところだったよ。自由の味、冷たい味、寒
寒くなってきちゃった。早く行こう。で、次の目的地は？先に泊まる場所を決めた方がいいと思うんだけど、あのゲーテホテルには行きたくないな。散歩ったら、自分の隠れ場所を聞かれると分かってて、行政区についてすぐいなくなったみたいね。本当に頼りにならないやつ。姉のランドゥーと弟のランドゥー、どっち？ジェパードなら気をつけた方がいいよ。シルバーメインのお偉いさんでしょ？彼からしたらうちらは歩く勲功同然じゃん。炭鉱はどう思う？俺は先にセーバル・ランドゥーを訪ねた方がいいと思う。やっぱり炭鉱もジェパードに会うべきじゃないと思ってるんだね。彼はシルバーメインの上級軍官だ。そうやすやすと会えないだろう。それに万が一ブローニャの言葉に説得されなかったら、俺たちは飛んで火にいる夏の虫になる。じゃあ炭鉱の言う通りに、先にカラクリ工房に行ってセーバルを探す。ああ、それと慎重に振る舞うことを忘れるな。今は指名手配されている身だからな。どうしたのゼール？何でもないわ。ちょっと見慣れないだけ。前に来た時はまだ私は子供だった。今目に映る全ては記憶にない見知らぬ光景。私たちは隔たれていた時間が長すぎる。長すぎるのよ。何でもないわ。行きましょう。見張りのシルバーメインはたくさんいるわね。いつもこうなの？いや、前に来た時はこれほどではなかった。通常通りではないのなら、その理由は俺たちと関係があるのかもしれない。大守護者が俺たちの来訪に気づいたってことか。ブローニャ、誰だか知らないけど今日は天休日だよ。また明日に来て。おう、ああ思い出した。ベロブルグの外からやってきた3人だ。たく、まだ街をうろついてるのか。シルバーメインに追われてる身だって自覚はないの？早く入ってきて。なるべく自然に目をつけられないように。私のところまで来たのならもう安全だよ。このからくり工房は防音だし、普段は誰も来ないから。それで一体何の罪を犯したんだ？前線からシルバーメインを撤退させてまであんたたちを探してる。上層部のみんなも怖がってるよ。うちらは。待て、ミツキ。ブローニャから聞いたんだ。お前を完全に信頼していいと。なんだそれ。ブローニャを強調して自分たちはまだ私のことを信頼してないと言いたいわけ？まあ、警戒心があることは悪くないけどね。安心しなよ。私なんかがカカリアに話しかけられるわけないから。私を喧騒者から追い出したのが彼女だから、今さら近づく理由もないし、喧騒者が確実な証拠を示さない限り私はあんたたちが罪人だとは思わない。それに私の喧騒者に対する理解からすると、本当に証拠があるならとっくに示してるだろうね。もう見慣れたやり方さ。カカリアはね、いつもこうなんだ。先にみんなをバタバタさせる。だってバタバタし始めると細かく考えられる人はそういないからね。詳しいも何も昔は親友だったんだ。当然それもあいつが大守護者になる前の話だけど、今の私はこのからくり工房でポンコツを直して音楽をやって自由に生きてる。まああんたたちと情けない昔話をするつもりはない。さっきの話に戻ろう。行方不明になったブローニャが私を訪ねろって言ったのはきっと用事があるからでしょ。
信じてくれても大丈夫。一回しか会ったことがないけど、私の勘が教えてる。あんたたちは悪いやつじゃないって。私の勘はよく当たるから。講談ならうち得意だよ。あまり大げさに言わないといいんだが。だからブローニャの情報がないわけだ。そんなことがあったんだね。仮想部か。封鎖されてから人が上がってくることはほとんどなかった。そんな風になってるとは。あんたたちの話を信じるよ。そんな不思議な話、作りたくても作れないだろうし。それにゼーレちゃんがその証拠になる。正確ね。私を訪ねてきた理由が分かった気がするよ。私は喧騒者の一人だった。研究部にいた頃の仕事が性格を研究することだったんだ。喧騒者じゃなくなったのにまたこの言葉を聞くことになるとは。いいよ、知ってることを全部教える。ベロブルグで性格の存在を知ってる人間は少ない。存在を知っていてもそれを劣化や寒波の根源に結びつけて考えることはない。でもそのロボットスバローグのメモリーデータによれば、喧騒者たちはずっと前から真実にたどり着いてた。ただ研究結果はわざと隠され、外部に知られないようになっていたと。私の運が悪かったんだ。あれほどあるテーマからわざわざ性格を選んでしまった。どうやら性格の真実に触れようとした人間は誰でも追放されたり処理されたりするらしいね。もしかしたら私はカカリアに感謝するべきかもしれない。彼女は私を追い出しただけだったから。もっと大変だけど後が楽になる方法もあったのに。私は性格と劣化の関係を割り出し、真実にかなり近づいていた。残念なことに性格が劣化の原因だと証明する前に喧騒者に追放されたんだけどね。免職になる前、私はちょうど性格の現場実測を申請していた。あれは私のテーマだったけど、一度も実物を見たことはなかったんだ。全ての研究が歴史資料と実験室に作られた疑似情景に基づいて行われていた。初歩的な研究報告と申請を出してからすぐ私の処分が下された。誰かが研究を続けてほしくなかったのは明らかだよ。カカリア、私たちはもう何年も話をしてない。かつて私と彼女はいい友人で何でも話し合う仲だった。でも大守護者の座についてから彼女は完全に変わってしまった。かつての信念、それからあの情熱、まるで何らかの力によって肉体から引き抜かれたようだった。彼女は自ら私を追放する命令を下した。私に会おうともしなかった。その後の彼女の行為はよくわからない。とっくの昔に普通の理屈で彼女を推し量るのは諦めたんだ。時々私が彼女は実は全くの別人じゃないかと疑ってしまう。こんな可能性はない？もしかしたら守護者は代々受け継がれる意識で、本当のカカリアはもう消えてしまったとか。代々の大守護者があの理解しがたい意思決定と彼女を駆り立てているとか。わからない。この考えで一曲書いてもいいかもしれないね。ジェパード？絶対ダメだよ。あいつはとてもまっすぐだけど
融通が効かないことで有名だから。弟は命令を何よりも重要に思っている。あんたがブローニャの手紙を盾にしてもあいつはブレない。あいつと話すにはコツがいるんだ。説得するなら私が出ることになる。ただ今はまだいい作戦を思いついていない。知ってるよ。直接見たことはないけど疑似実験と観測でおおよその位置はつかんだ。観測結果によれば正確はベロブログの北に位置する、あの広い雪原のどこかだよ。俺たちは必ず正確を見つけなければならない。早ければ早いほどいい。それもできればカカリアが行動する前にだ。方向を教えてくれないか。問題ないよ。ちょうどそうしようと思っていた。でもあの道は口で言うほど簡単に進めるものじゃない。ベロブルグの北はほとんど烈海に飲み込まれている。北部の雪原に向かうにはシルバーメインの前線の禁止区域禁区を抜ける必要がある。シルバーメインの禁区を無事に抜けられてもその先には大きな烈海が待ち構えている。そう、しかもあんたたちが言っていた地下の町とは違って本当にバラバラに分断された生命がない烈海だ。どうやらうちら3人とゼーレじゃ足りない感じだね。地下に戻って地縁に合流してもらうようにお願いする。時間が許してくれないだろう。そんなに悲観しなくても大丈夫。研究員時代によく北部をうろついていたから前線の兵士たちとはかなり親しいんだ。かたくなに攻めるのがダメなら賢くやった方がいい。こうしよう、私があんたたちを連れていく。どう？本当？最高じゃん。詳しい人の道案内があるだけで一安心だね。私も直接性格を見たいからね。あれは私が10年以上取り組んできたテーマだ。人生に全部で何回10年間があると思う？これで決まりだね。善は急げ、準備ができたら出発しよう。今日来るって言ってたのを忘れてた。あんたたちはどこかに隠れてて私が対応するから。ジェパード来たんだ。前線が緊張してるから来ないと思ってたよ。幸いなことに最近はモンスターの攻撃も落ち着いている。一旦町に戻って用事を済ませ、後で前線に戻るつもりだ。これは前にも言っただろう。あ、もうそうだね、確かにそうだった。姉さん、様子がおかしいが何かあったのか？いや大丈夫。どうしてそう思うんだ？いつもは僕の名前を呼ばないだろう。あんたはずっとみんなの前で私が弟と呼ぶのを嫌ってたじゃない。私もそうだなって思って、普段はやっぱり名前で呼んだ方がいい。そうでしょ弟？好きなように呼べばいい。姉さん、今日は仕事で来たんだ。砦の装置が故障した。部隊の技師じゃ手に負えない。姉さんに見てもらう必要がある。何の思考が凝り固まった奴らじゃ。私の設計を理解できないのは当然だよ。はあ、何か大事かと思ったじゃない。ここに置いといて、私が直すから。すまない、感謝する。私に遠慮してどうすんの。そうだ、町で突然戒厳令が敷かれたのは何かが起きたから？それは僕が受けた命令は外部には漏らせない。じいちゃん偉くなったんだね。庶民のお姉さんには言えないってわけ。
やめてくれ。わかった。僕が言わなくてもどうせペラシカンが教えるだろう。昨晩ブローニャ様が突然現れ、クリフォト城に入っていったんだ。誰にも声をかけずに。大守護者様は以前の3人の侵入者が列海に落ちたのではなく、ブローニャ様の後を追って行政区に戻ったのではないかと疑っている。だからあのお方は町全体に戒厳令を敷き、疑わしい者を逮捕するよう命じたんだ。なるほどね。だから今までブローニャの情報がなかったのか。彼女は今どうしてる？わからない。彼女はクリフォト城を離れていない。大守護者様はただ彼女が帰ってきたとだけ、他には何も言っていないんだ。そうか、心配だね。彼女がいなくなってからペラの仕事量は倍増して、外出もままならないんだ。ペラ士官は本当に姉さんに全部喋っているのか。ああそうだ、前回ゲーテホテルの周年記念限定スイートをここに置いていたな。持っていくよ。待って。どうしたんだ姉さん、今日は本当に様子がおかしいぞ。そこは、ああそうだ、以前あんたが育ててた花を大量に枯らせたでしょう。この間部屋を掃除した時にそれを全部そこにまとめて置いておいたんだ。匂いがすごいから近寄らない方がいい。理由がおかしいことはともかくとして、本当に部屋の掃除をしたんだな。また禁止されている研究をしているんじゃないのか。してない。あんたってやつはお姉さんを何だと思ってるわけ？もういい。確かに姉さんのプライベートを侵害するのは良くない。仕事があるからもう行く。ちょっと待って。その侵入者たちって、ただ聞くだけなんだけど、どんな罪を犯したの？喧騒者を陥れ、ベロブルグの破滅を目論んだ。私を処分した理由と大差ないんだね。カカリアの手段は少しも変わってないのか。そんなことを言うな姉さん。姉さんが大守護者様に不満があるのは知っているが、その話は笑えない。また叱られたね。わかった、弟気をつけてね。次は私とペラの練習を見においでよ。時間があれば行こう。出てきていいよ、もう安全なはず。はあ、息が詰まりそうだった。ドラマみたいな超展開だったよ。弟が水筒を取りに行こうとした時、本当に心臓が飛び出るかと思ったんだから。ブローニャが危ない。ダメよ、彼女を助けに行かなきゃ。私たちだけでクリフォト城に乗り込むつもり？その考えは諦めて。ゼーレちゃんがどんなにすごくても、あんたが死にに行くのを黙って見送ることはできない。安心して、カカリアがブローニャに危害を加えることはない。人の心は変わりやすいけど、少なくとも私はこの点に関しては自信を持ってる。ブローニャも似たような話をしていたわ。本当に理解できない。あんたたちはカカリアに反抗しながらも、ある面では彼女を信じている。さっき試してたんだけど、結果は見たでしょ。動かぬ証拠がない限り、弟は絶対にカカリアの命令を疑わない。先に弟を探そうとすれば、計画は絶対に水の泡だよ。ほら、シルバーメインの禁区に行こう。先に性格を見つければ、カカリアはあんたたちをどうにもできない。ブローニャ、彼女は本当に無事なの？そんなに彼女を心配するなんて。仲のいい友人？仲がいいほどではないわ。で
彼女と約束したの。安心して、彼女は私が知ってる中で最も強い女の子だよ。ええ、それは私もよく知ってるわ。超厳重な警備、忍び込むのは無理そうだね。セーバル、今こそ知恵で出し抜く時だよ。よし、お姉さんに任せなさい。ちゃんとついてきて、バレないようにね。ここから先は軍事エリアで、関係者以外立ち入り禁止だ。待て、あなたは、え、セーバルさんですか？お久しぶりです。よっ、フランツじゃない。久しぶり。どうしてまだ入り口の見張りをしてるの？それは答えられないですよ。セーバルさんは相変わらず鋭いですね。こんな遅くにどうしてこちらに？後ろの方たちは？弟から禁区のエネルギーパイプが故障して結構深刻だと聞いたんだ。下請けの修理者は信用できないらしくて、私がただ働きに来たわけ。この人たちは私の助手で、ここにある設備を全部点検するつもりなんだ。パイプに問題があるとは聞いていませんが。これは技術部門の問題だ。門の守衛が知ってどうする。ほら、早く中に入れて。深夜に暖房供給に問題が起きて、人が凍死したら責任が取れるの？いえ、取れません。ジェパード自衛官のお姉さんなら問題ないよな。わかりました。これは臨時の訪問証です。なくさないように、出るときに返すのを忘れないでください。ありがとう、フランツ。機会があれば弟に昇進させるよう口添えしておくよ。やめてください。ジェパード長官はそういうコネが大嫌いなので、俺のことは何も言わないでください。それが一番助かります。ほら、簡単だったでしょ。さすがジェパードのお姉さん。私はジェパードのお姉さんだと認識されるのは嫌だけどね。今回はあんたたちのためだよ。そうじゃなきゃ弟の名前を借りるなんてまっぴらごめんだね。真ん中にあるあの機械の桟橋が見える？桟橋を抜けた向こうがこの世の地獄だ。果てが見えない列海、疲弊したシルバーメインたち、それに死の匂いが漂う空気だよ。さらに北部に向かいたいのなら、あの地獄を抜ける必要がある。覚悟はいい？そうだよ、今さら引けないよ。じゃあ行こう。まずは橋を渡る方法を探さないと。私はこのタイプの桟橋の基礎ロジック作成に参加したことがある。複数の端末を組み合わせて制御してるはず。探してみよう。ジェパードはいつも前線にいるの？そうだね。急にどうしたの？こんなに危険なのに心配にならないの？あいつはランドゥー家の人間だよ。ダメ、この端末はオフラインだ。ここからでは操作できない。じゃあどうすればいいのよ？他のを探してみよう。桟橋を結びつける各プラットフォームに似たような端末があるはず。すごく意外なんだけど、セーバルとジェパードって本当に兄弟？確かに私たち二人は性格と趣味が全く違うね。ランドゥー家は代々軍人なんだ。多くが若くして亡くなっていて、兄弟姉妹に残す時間はあまりなかった。だから誰もが自分の人生をしっかりと生きようとしている。ただそれだけ。ダメ、起動できない。端末へのエネルギー源が誰かに遮断されているみたい。いや、そうじゃない。よく考えてみたんだけど、これは故意に設定されたものだと思う。前線の警戒期間中は桟橋を渡れないように動かして、そして後方では
端末のエネルギーを切り、誤操作もしくは兵士が逃げるのを防ぐ。そうすれば前線が突破されても列海のモンスターは桟橋を通って後方に侵入することはできない。ブローニャが言っていたのは本当だったのね。確かにシルバーメインはベロブログを守るために命を懸けている。ただの憶測だよ。でも十中八九そうだと思う。弟は言ってた。列海のモンスターに対抗するためには極端な手段を選ばざるを得なかったと。前に進もう。二つの端末がどちらも起動できないのなら元になっているエネルギー装置を見つけないと。あれだ、大きな鉄のボールみたいな、あれ。門を挟んだ向こう側だなんて、めんどくさ。あれの正式名称は機関エネルギー中枢だよ。これだけ多くのパイプがつながっているとなると、シルバーメインのキンク全体のエネルギーがこの装置によって賄われているはず。うん、警備が厳重なのもうなずける。一台で全部賄う？絶対に問題が起きるわ。私たちはそれで痛い目に遭ったのよ。この装置の権限を手に入れられれば桟橋の端末を操作できる。だから門の守衛に緊急点検に来たって言ったんだよ。後方だけじゃなく前線にも点検が必要な設備があるはずでしょ。なるほど、さすが。適当に言ったのかと思ったよ。行こう、あの兵士に入れてもらえるかどうか聞いてみよう。やあ、こんばんは、兵士さん。お前たちが緊急点検に来た技師か。しばらくあたりをうろついていたようだが、問題は見つかったか？いや、今のところ全て正常だよ。私の予想では問題はエネルギー中枢にある。定期点検をしたいから中に入れてくれない？私はこの設備のイテレーションに参加したことが。ダメだ。護衛隊長の暗号キーがない限り誰もエネルギー中枢に近づいてはならない。大守護者様が来てもダメ？大守護？その手には乗らないぞ。暗号キーがなければ誰も近づいてはならない。やば、この人頭が回るタイプだ。さっき暗号キーって言ったよね。どの隊長に会えばいい？ダン隊長は今休憩中だ。お前たちで探しに行け。隊長が認可すればお前たちを通してやる。ダン？ダン？はあ、早く行って。問題ないよ、後でまた会いに来る。やあダン、久しぶり。あんた護衛隊長になったんだね。セーバル、久しぶりだな。相変わらずキレ元気そうだな。紹介するよ。この人たちは私の助手。からくり工房の仕事を分担して手伝ってくれているんだ。みんな、彼は私の古い知り合いで、ダン隊長。昔は私のバンドのキーボードを担当してて、かなりの腕前だったんだ。この兵士さんもロックをやるの？こんにちは。はじめまして。なあ、こんにちは。なんか変な匂いがするような。サッカレー、お前何日風呂に入ってないんだ？私はシフト交代でついさっき。ん？もう一回言ってみろ。報告します。二日入っていません。みっともない。来客の前でよくそんな失礼なことを。すまない、情けない一面を見せてしまった。大丈夫だよダン。そうだ、機会があればまた私と一緒にステージに立つ気はない？今のキーボードも悪くはないんだけどさ、やっぱ舞台でバンドをやってた頃が懐かしいんだよね。昔のことだセーバル。
俺はもう久しく鍵盤には触れてない。それにこの金庫を一年中見張ってる俺じゃもう城内に戻る機会はないかもしれない。少しよそよそしい物言いだったな。それで俺に何の用だ。何も問題がないのなら早く帰った方がいい。ここは安全じゃない。パイプは全て点検したけど問題はなかった。機関エネルギー中枢だけまだ点検してないんだ。あそこの衛兵から聞いたんだけど暗号キーが必要らしくてね。手伝ってくれない？どうしたの？ダン。すまないセーバル。ジェパード自衛官に何て言われてここに来たんだ？ん？ああ、それは姉さん、金庫のエネルギーパイプが故障した。あの役立たずの技師たちでは原因すらわからないってな感じだったかな。じゃあもう一つ、彼はいつ連絡をしたんだ？今朝かな。そう、今朝だよ。今日は市街の巡回を担当してるんだってね。依頼するために私のところに立ち寄ったんだよ。ジェパード長官はさっき前線に戻ってきたばかりだ。俺がもう一度彼に確認しようか。え？待って待って、もう戻ってきてるんだ。嘘でしょ。少し前までは城内にいたのに。セーバル、お前はずっと変わらないな。嘘をつくのが下手だ。連れてきた者たちも工房の助手じゃないんだな。セーバル、手伝いたくないわけではない。だが俺がベロブルグのシルバーメインだということを忘れてはならない。セーバル、お前は先に戻るんだ。このことは誰にも言わない。だがこのよそ者たちはここに残ってもらう。交渉は失敗だ。私があんたたちをここまで連れてきたんだから一緒に戦うよ。この件はベロブルグに関係する、いや世界の運命に関わる。ダン、私たちを通して。セーバル、かつて毎日のようにバンドの練習を共にしたお前ならわかるだろう。俺のロック魂は軍人としての尊厳を守ることだと。終わりか。セーバル、どうして。ダン、ごめんね、少し眠っていて。ただ一時的に気を失っただけだ、心配ない。頑固なやつ。でも強かったわ。遅延に足りないのはこういう人よ。見つけた、これが暗号キーだ。気づかれないうちに行こう。今気づかれたよ。これは敵襲警報。後方エリア全体のシルバーメインが敵になる。ここまで来たんだから、たとえ腕が折れても足がもげても性格をこの目で見てみせる。行こう、エネルギー中枢のところに戻ろう。邪魔する奴は目に物を見せてやる。暗号キーを彼が持ってるって分かってたら、私一人で忍び込んで持ってくればよかったわ。後悔先に立たずだよ、ゼーレちゃん。機械の桟橋が起動すれば遅かれ早かれ気づかれる。いや、やった、開いた。ありがとうダン。少し時間をちょうだい。誰がこのシステムを設計したの？どうしてこんなに複雑なわけ？緊急消防拡散システム、絶対これじゃない。
ダンスフロアロックンロールモード？誰が組み込んだんだ？しかも私の曲を使ってるし。機関桟橋制御端末見つけた。よし、エネルギーシステムがオンラインになった。桟橋の端末を操作しに行こう。あのさ、セイバル、桟橋を渡ったとしても向こうにもたくさん兵士がいるんだよね。そうだよ、間違いない。じゃあどうすんの？一直線に包囲網を突破するか、理屈で解き伏せるか、臨機応変に行こう。気をつけて、前にでかいのがいるわ。他に道はない、正面から応戦するしかないみたいだ。私たちはスバローグにも勝ったんだから、あんなの取るに足らないわよね。行くわよ。エネルギー供給回復、システムオンライン検証開始。早く早くして。 40% 65 85。やっと終わった。これで桟橋を操作する権限が手に入ったよ。急いで。よし、進もう。前線に向かおう。大丈夫なのか？弟もそこにいるんだろう。多分ね。鉢合わせないのが一番いいけど、もしやったら話し合いを試みるしかない。彼を説得できる自信はあるのか？自信ね、3割以下かな。つまりまた武力行使になる可能性があるんだな。うちだっていつも誰かを説得しようとして最後には戦ってるよね。確認したいことがある、セイバル。もし俺たちと弟の意見が割れたら、お前は俺たちの側に立つのか？それはもちろん。お姉さんは有言実行だよ。最後まであんたたちの味方をするって約束したんだから、それを破ることはしない。次の冒険の前に姫子に交渉のコツを教えてもらわないとだね。拳に頼って問題を解決するなんて少女らしい上品さに欠けると思う。弟が入隊してから私たちは喧嘩をしなくなった。小さい頃はいつも私に勝てなかったけど、今は。姉さん、本当に姉さんだったのか？待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが、姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから、ちゃんと説明する。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、劣界に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない。ランドゥの名にふさわしいと思うのか？あんたはどうして私がここにいるかわかる？私たちはカンパを取り除き、劣界を封印する方法を見つけたの。それが
この世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない。どうしてこそこそ禁区に入り騒ぎを起こす。あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか。聞いてチェパード、列海の誕生と蔓延は正確に関係がある。検証者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。剣奏者の宝を盗もうとしているんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れベロブルグに災いを呼び込むと。だが僕は姉さんを信じていた。民に対する忠誠を信じていた。それなのにシルバーメイン整列、彼らを捕らえろ。烈海のモンスターはいつ襲ってくるかわからない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい。私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。今受刑官として命令を下す。シルバーメインの禁区を乱した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。ことが こいつ打たれ強いわ。こんなに手強い相手は初めてよ。なんかどうやっても勝てそうにない感じ。あいつは頑固だからね。討論だろうが喧嘩だろうが決めたことは死んでも譲らない。本当に可愛くない弟なんだから。もういいでしょジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからな。そうだよ、うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは損誤なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだからそろそろ柔軟性を身につけない？たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな。だったら少なくともブローニャは信じられるでしょ。ブローニャ様、言うべきことは全部言ったからね弟よ。何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの受刑官で、
大守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だが、ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では、前線の指揮と後方の牽走者の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。シルバーメインにとって、大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが、誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。列海のモンスターとの戦いは孫悟のためだ。だが君たちとの戦いは今は何のためかわからない。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリフォトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ。保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。分かった。このまま北に向かうのなら完全に侵食された列海を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。キンクの門が開けば向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。シルバーメインにできるのは可能な限り敵を足止めし、君たちのためにわずかな時間を稼ぐことだ。だが君たちが前線を突破した後は僕たちに手伝えることはない。北部の列海がどのような場所なのかは君たちが直接確かめるしかない。覚悟はいいか。分かった。武器はしっかりと握るんだ。きっと厳しい戦いになる。シルバーメイン、命令だ。門を開け。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。くるくる。だから言ったでしょ、ジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕は。お姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼーレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから、これは私の責任。それに私が手伝わないと次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた性格が目と鼻の先にあるんだから。でも私はランドゥー家の娘だ。
弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るの忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。烈海の活動が活発になっている。ヤリイロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。三人を信じましょう。これは彼女にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの三人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の部隊に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたら天と地ほどの差があるな。セーバルは性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。そこへ行くにはまずこの迷路のような烈海の出口を見つけなければならないようだ。あのさ、ここなんか不気味じゃない？さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。皮膚の下で虫が這ってるみたい。今の俺たちには案内人もいなければ正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。烈海の汚染が強ければ強いほど根源に近づいている証拠だ。見て、あそこの地面何か落ちてない？気をつけろ。不用意に烈海の中のものに触れるな。これはブローニャの。ええ、間違いないわ。じゃないとこんな偶然。うわ、ねえ、あれ見て、あれってブローニャじゃん。え、なんでカカリアもいるの？いや、あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。烈海が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。成功！この装置も無事解除。お前に一つ聞きたいことがある。前に言っていた夢のことまだ覚えているか？今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか試してみてほしい。どうだ？これは俺の推測だが、お前が聞いた声は性格が何らかの方法でカカリアに送ったメッセージかもしれない。お前にもそれが聞こえるのはおそらくお前の体内にあるものが
この世界の性格と共鳴しているからだ。え？それって性格同士は離れてても通じ合うってこと？そんなの初耳なんだけど。これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからだ。じゃあ何？私たちは自分から罠に飛び込んでるってこと？そうだ。そしてブローニャはおとりである可能性が高い。炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。でもそれが分かっても今さら引き返すのは無理だよ。ふっ、どうせ後戻りはできないんだし、カカリアに圧倒されないよう準備をするべきね。待ち伏せされてるから何？私は負けないわ。ブローニャを助けてカカリアをボッコボコにして、性格とやらを粉々にしてやるんだから。なんか違うみたい。対岸に行きたいのならもう一度桟橋を回転させて回り込む必要があるな。大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。ブローネに近づいたわね。早く行くわよ。うわ、これも残影なの？そうだ。どうやらこの裂解はカカリアと特別なつながりがあるらしい。何度も繰り返し彼女の姿を再現している。ここはまるで別世界だね。あそこの机と見張り台、ここにもシルバーメインが駐在してたのかな。そうだとしても長らく放置されている。もしかしたら貴重な情報が隠されているかもしれないが、残念ながら俺たちに辺りを探索するような時間はない。また見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば新たな敵が出現しない方がおかしい。どんな化け物かなんてどうでもいいわ。私たちの邪魔をするなら叩きのめすだけよ。死んでしまう。この敵、これまでのモンスターと全然違かったね。裂解が生み出したものだって知らなかったら人間と戦ってるって勘違いしてたかも。見境なしに破壊行為を行う下等な裂解生物とはまるで違うな。自分の意志を持ち高度な戦術を使いこなしているように見えた。見て、ブローニャとカカリアの残影。二人もここを通ったみたい。え、それって正確に近づいてるってこと？おそらく北部の雪原にかなり近いところまで来ているのだろう。またあの女の影。今回はブローニャがそばにいないわね。どうせ裂解が生み出した幻でしょ。ねえ、ちょっと近づいてみようよ。なんかこれまでの残影とちょっと違う。死に勇者。え、今もしかして喋った？近づけてはならない。まずい。ミツキ、どいて。性格侵入者、ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの？こいつって、どれだけ見た目が似ていても裂解が生み出した偽物だ。倒すぞ。逃がさない。約束された世界。消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。
こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。ううん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。開拓の力だけじゃこの寒さは耐えらんないよ。それはつまり俺たちが正確、この寒波の中心に近づいているということだ。これは建造者が残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたいじゃない？カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は下層部の、いえこの世界の希望なんだから。いややめて。抵抗するなブローニャ、共通の意思を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間私たちは絶えず挑み絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だがその結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳はそこまでよ魔女。ゼーレン、やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが二つあるわ。一つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。二つ目、私が言ったことを覚えてる？あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ゼーレン、それにみんな、もうよいか。貴
様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブローニャ。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら謙遜者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ、貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。カカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は、人々が築き上げた世界を尊護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ。貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか？本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面が揺れてる。何
の？まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。動物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。浸っている、歌っているのだ。性格が約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前それは半物質レギオンを駆逐した。そして今日再び貴様らの存在を抹消する。軟弱で愚かな人間ども、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。ここは宇宙。私はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに？前回ここに来た時、ナヌークは私をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私には分からないのです。
兵士たちが本当に死んでしまったのか。ボロボロになった彼らが烈海の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している、狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード、もうよい、下がれ。何をためらってるの、カカリア。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある？先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと性格を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。冷静？何を言って。シルバーメイン、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を拘留するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして？カカリア、いつからそんなに冷たくなったわけ？セーバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の居場所はない。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは危険すぎます。愚かで卑しい。はい、何かおっしゃいましたか？誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか？彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命。今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。そうだ。だが私たちに彼女を責める権利はない。この700年間、烈海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは、信念でも、
富でもなく果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えてあの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれこの日はやってきたのだろう。アイオーンのカゴは私たちから離れる運命にあったのだ。あなたは一回の価格に過ぎないというのに頑なに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい開拓者。あなたの中にある孫悟の意志がかのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか確かめよう。
は真面目にうちのとっておきを食らえ。ほんの気持ちよ、気にしないで。ありがとう、感謝してね。過去を飲み込む、うちの出番。おやすみ。何見てるの。力こそ希望だ。行くよ。殴ったのか。私が誰だ。こんな大きなダイヤモンドあげるね。ついてないね。リュウ、私が守る。さあ。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。終わったわね。お母様、あなたは夢から覚めることはできましたか。今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。さすが、これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタシ。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ、忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫。心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのか、わからなくなるわ。お母様は、
ベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。理解してくれてありがとう。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん、どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード受衛官とセイバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたのブローニャ、どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのためにあんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？え、あんなタイミングで琥珀王に見られたの？偶然で済ませるにはちょっとできすぎな気がする。彼女自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理している時に邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。大丈夫？
どこか痛いの？めまい？力が入らない？それとも。なんて言えばいいかわからないの。ただ、全身が、すごく寒い。はぁ、そんなの当たり前じゃない。ここはとんでもなく寒いんだから。はぁ、ちっ、はぁ。早くここを離れましょう。出ないとあなたまで凍えてしまう。平気よ、私は丈夫にできてるな。ほらちゃんと捕まって行きましょう。見て、診療所の周りに人がたくさん集まってる。あの人たちもさっきの戦いの影響を受けたのかな。早く行ってみよう。ナターシャ、オレグさん、お待たせ。あ、戻ってきたわ。こんなに早いとは。その様子を見るに、いい知らせを持ち帰ってきたんだろ。うん、もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意じゃないし、余計なことを言ったらまずいでしょ。カカリアは自らを犠牲にして性格を封印した。俺たちも戦いに参加し、その一部始終を目撃したんだ。断固顔色一つ変えないなんて、さすが自分の過去を隠し通してるだけあるね。カカリアが、彼女がベロブルグのために。そう、分かったわ。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れは、その戦いが原因なんだな。ありがとう。君たちが上で何を経験したのかは想像もつかないけど、いい結果になってよかったわ。ところでゼーレはどこに行ったの？安心して、ゼーレなら大丈夫。ブローニャが体調を崩したから、今は彼女に付き添ってるの。そうだったのね。何はともあれ、君たちが無事でよかったわ。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘が守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強く、言ったことは必ず実行する娘だ。彼女の助けがあれば、下層部はきっと生まれ変わることができる。うん、そうだ、ブローニャから伝言を預かってるの。もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるようになるってさ。自由に呼吸。そうね、それこそが私たちの願い。美月ちゃん、タンコー君、それに君も、もう少しだけ力を貸してくれる？この希望の象徴となる知らせをみんなに伝えて、緊張をほぐしたいの。ありがとう。誰から伝えるかは君たちが決めてちょうだい。他の人は遅延に任せて。下層部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？分かった。残りの人には私たちから伝えるわ。このまま順調にいけば、おそらくこれが遅延最後の任務になるでしょうね。大校区の方もさっきの戦闘の影響を受けてるのかな。落盤事故が起きていないといいが。見て、アントニアだよ。またルローシャたちと一緒にいるみたい。まさかまた喧嘩してる。早く様子を見に行こう。私たちの手持ちの物資も多いとは言えないけど、これはあなたたちが持って行って。俺たちの物資は足りてる。それはお前たちが取っておけ。ちょっと、あんたたちまた騒ぎを起こしてるの？あなたたち、待って、それは誤解よ。さっき校区が激しく揺れて小規模な土砂崩れが発生したんだけど、
たまたま居合わせた流浪者たちが助けてくれたおかげで、コーフたちは無事に逃げ出すことができたの。だからどうやってお礼をすればいいか話し合ってたのよ。採掘チームの物資も潤沢ではないから。朗報？私たちと関係があるの？じゃあ真面目に聞かないとね。つまりもうすぐ上層部と交流できるようになるってこと？信じられない。これは夢じゃないよな。こんなことが本当に起こり得るのか？夢じゃないよ。信じられないならほっぺたを思いっきりつねってみればわかるでしょ。全てが以前のように戻れば、採掘チームは飢えと寒さに苦しみながら生活する必要がなくなる。あなたたちも今みたいに誰かにすがりながら尊厳を失った生活をせずに済むのよ。ありがとう、よそ者。あなたは採掘チームの救世主で、下層部の人たちにとっての英雄よ。ナターシャに採掘チームは仕事を再開する準備を進めるって伝えてもらえる？本当にケーブルカー乗り場が開放されたら、私たちも交付の代表を上に派遣して建造者と交渉するわ。幼児ちゃんはオブラートに包んで言ってたけど、つまり性格を封印してもここの苦しい状況を一気に変えられるわけじゃないってことだよね。どうしよう、どんな顔してみんなに会えばいいのか急にわからなくなっちゃった。性格とは残酷なものだ。少なくとも俺たちが今までに訪れてきた星に比べれば、ここには希望が残っている。やっぱりみんなに今の状況を説明した方がいいよね。檻を見てブローニャに伝えよう。今はこの雰囲気を壊すべきではない。お疲れ様。みんな大丈夫だった？あら、嬉しいことを言ってくれるのね、君は。あとは封鎖解除の知らせを待つだけね。ブローニャがあまりみんなを待たせないように祈ってるわ。そういえば、スバローグとクラーラちゃんは守護者の一件で影響を受けたりしてないかな？大丈夫じゃないかしら。スバローグは遅延には遠慮がないけど、クラーラにはとても優しいから。でもどうしても心配なら、機械集落に行って彼らを探してみるといいわ。よそ者、クラーラの友達。どうやって肉眼でロボットを見分けてるの？ありがとう、よそ者。クラーラを助けてくれて。どうして途切れ途切れに喋るんだろう？おそらく言語モジュールが故障しているのだろう。クラーラのところに連れて行ってもらえるか？よそ者はクラーラの友達。ついてきてほしい。来客だ、クラーラ。あ、変数の皆さん。さっき大きな揺れを感じました。
上から伝わってきたんだと思います。スワローグが言うにはそれは高い確率で、計算再開、結論、造物エンジン可能性 97.66%。 造物エンジンはかつて建造者たちが使っていた土木工事用の機械だ。兵器ではない。もういいよ、どうせうちらが勝ったんだし。あの大きなロボットのおかげで性格をどうにかできたんだもん。ブローニャも上下の封鎖を解くって約束してくれたし、これでスバローグはもう、ううん、しばらくの間は下層部の孫悟に悩まなくていいよね。ありがとう美月お姉さん、ありがとう皆さん。正直に言うとクラーラはあまり期待していなかったんです。でも今ならいいよね、スバローグ。皆さん他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいにいつか遠くへ旅に出てお友達をたくさん作りたいと思っているんです。計算結果更新、任務ナンバー0001、下層部の孫悟完了、任務終了。確かに先延ばし癖がある誰かとは違うな。そういうこと言わないでよ。間に合ったのね。君たちがこの歴史的瞬間を見逃してしまうんじゃないかと思ってたのよ。いやいや、ここまで頑張ったんだからせっかくの打ち上げを逃したりしないよ。そうだよね、あんた。ええ、私も感じるわ。私やオレグ、そして他の大人たちにとって封鎖の解除は記憶の中の生活に、生きるために心配する必要のない日常に戻ることを意味する。でも封鎖されていた間に生まれた子供たちにとっては新しい人生の始まりなの。一度でも自由の甘さを知ってしまったら隔絶や閉鎖を受け入れることは難しい。私たちが子供時代に味わった悲劇を今の子供たちには経験してほしくないのよ。ごめんなさい、また悪い癖が出ちゃったみたい。今日みたいな記念すべき日は笑顔で迎えるべきよね。よかったら周りの人たちに話しかけてみて、みんな大喜びしてるから。みんなの準備が整ったら一緒に家に帰りましょう。やっとやっとケーブルカー運転手としての仕事を再開できる。一生コークに閉じ込められたままかと思った。あ、君たち下層部の救世主たち、封鎖解除後の初めての運行が君たちのためだなんて光栄だよ。それなら安心していいよ。僕の20年のキャリアの中で事故が起きたのは、いや、事故はほぼ一度も起きてないから。それはそうと、ケーブルカーに乗る準備はできたかい？こんにちは、下層部の皆様、急いでご乗車ください。まもなくケーブルカーの運行が再開いたします。あの青い天井、すっごく広いな。
あれは天井じゃないわ、フック。あれはね、空っていうのよ。ここが上層部ですか。空気の匂いが下層部と違いますね。鉄や地髄粉塵の匂いがほとんどしないだろう。大きく息を吸ってみろ。これが自由に呼吸するということだ。まさか生きて上層部に戻れるなんてな。下層部にいた十数年間、本当にいろいろなことがあった。そうだろう、ナターシャ。ケーブルカーに乗っている間はこれからのことで頭がいっぱいだったのに、今はただどこかに座って行き交う人々をぼんやりと眺めながら一日を過ごしたい。この安寧を楽しもう。俺たちにはその資格がある。あ、ジェパードじゃん。うちらの出迎えに来てくれたのかな。公務に出られるということはそれほど重症ではなかったようだな。行こう、挨拶しないとね。開拓者、改めてようこそ行政区へ。開拓者、この星でそう呼ばれたのは初めてだよ。より礼節を重んじた呼称を使うべきだと喧騒者が判断したんだ。よそ者という呼び方はやはり少し距離があるからだ。キンクでのことについて改めて謝罪をさせてほしい。君たちは悪意ある人間ではなかったのに、もっと姉さんの判断を信じるべきだった。忠告ありがとう。検討してみるよ。もうすぐブローニャ様の就任スピーチが始まる。僕は彼女の命を受け、このことを君たちに知らせに来たんだ。え、もう準備できたの？ブローニャの体調は？あまり芳しくない。だが、ブローニャ様は一刻も早くスピーチを行い、すべての人々に納得のいく説明をしたいと固くなだった。スピーチは常冬の日の前で行われる。君たち三人にはその場で見届けてもらいたい。見て、人がたくさん集まってる。そろそろスピーチが始まるのかな。ああ、だがブローニャはまだ来ていないようだ。どこかで少し休憩しよう。シルバーメイン、整列。あ、始まりそう。まもなくブローニャランド様による就任スピーチを開始いたします。皆様ご静聴ください。ベロブルグ市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にし、この年を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で善人の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖令のことでした。時が経ち、惨禍に気づいた彼女が後悔し始めた頃にはもうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。
次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損護するだけでなく空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によってこの世界は、開拓者にヤリーロ6と呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャ様にエールを送れ。ベロブルグは永久主義。ブローニャ戻ったよ。ミツキ、タンコ、それにあなたも。スピーチに間に合って本当に良かった。ごめんなさい、日程に無理があるのは分かっていたんだけど、市民を待たせるわけにはいかなくて。ええ、もう大丈夫だから安心して。あの時お母様は性格の声を私の頭の中に埋め込もうとしていたの。あの感覚はまるで拷問だった。みんなが駆けつけてくれて本当に助かった。ブローニャのスピーチすっごく感動したよ。うちだったら緊張で立ってることすらできなかったかも。あれは聞こえがいい言葉でみんなを騙しただけ。ミツキ、あなたがこんな経験をしないように祈ってる。ええ、私は常に誠実でありたい。でもそれ以上に人々の希望を損護したい。タンコ、その幼児ちゃんの出した結論、今ここで言うべきかな。ああ、俺から話そう。つまり裂解はあまりにも深く根ざしていて、今性格を封印してもすぐに消えることはない。分かっている。私たちの祖先だって壊滅の脅威に直面しなければ危険を冒してまで性格を使うことはなかった。この世界を最悪から救うために三人とも全力を尽くしてくれた。あなたに至っては命さえも危険にさらして、私にはこれ以上は求める権利はない。それにそのベルトさんの言うことは正しいと思う。ベロブルグの運命は最終的には私たちに、ここに住む人々の手に委ねられている。なら私もリーダーとしてそれにふさわしい約束をしないと。開拓者が再びここを訪れる日まで私たちは全力を尽くすと誓う。さらに700年かかろうとも、ヤリーロ6の子供たちは星空を見上げ希望を胸に抱き続ける。さようなら友人たち。星空があなたたちの旅を損護してくれますように。ねえ、おめでとう。あんたの初めての開拓の旅はこれで無事に終わりだね。確かにこれは祝うべきことだな。5点。なんで旧大点にすら届いてないじゃん。俺とお前では判断基準が違う。変だ、やっぱりあんたに聞こうっと。開拓の旅が成功に終わった今の気持ちは、きっと忘れられない旅になるよ。でも今は先のことは考えずにベロブルグを楽しもう。ほら、もう少し行政区を見て回ろうよ。あと何枚か記念写真を撮りたいの。一歩一歩
泥に足を取られることを恐れて下を向いて歩いていたら、その足取りは次第に重くなり、色さえも下がってしまう。でも、もし仰ぎ見るものがあれば、希望を持って前へ進める。足取りは軽くなり、たとえつまずいて転んでも、すぐに立ち上がって、再び歩き出せる。このことを教えてくれてありがとう、開拓者。ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だが、そんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただけじゃん。そんな冷たい言い方しないでよ。どこ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセーバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。おお、あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクラーラとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お姉さん。セーバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで、クラーラ、ここ大好きです。クラーラってば、本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る。あ、思い出しました。まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。なあ、あんたが撮った写真、虚無しか写ってないじゃん。クラーラ、頑張って目をつむらないようにしてたのに。やっぱりアマチュアカメラマンは信用できない。まあいっか、ちょっとした記念にはなるし、この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別だと思って。もうここを離れるの？分かった、この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるね、クラーラ。ありがとう、セーバルお姉さん。お姉さん、ミツキお姉さん、それからタンコお兄さん、今までありがとうございました。これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ、だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。悔しいと思わないの？ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？うちはまだまだここにいたい。セーバルお姉さんはかっこよくてすごくてとっても明るい人。クラーラ、きっとセーバルお姉さんみたいな大人になります。そうすればみんなを、スバローグを守ることができるから。
旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。そうですよ、あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたからよかったものの僕が主役を務める必要はない。そうでしょ、僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン？あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか。もしそうでないのなら、ああ、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。おはよう、よく眠れた。うちは元気いっぱいになったよ。ちょっと、また人の真似したでしょ。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。うん、届いてたよ。それじゃ荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。ついにこの時が来たね。はあ、お別れって悲しくなっちゃう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな薄情なやつなの？優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う。ただ現時点で調達できる資源は限られているから、長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないでゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。ええ、私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても。私喧嘩は得意なのよね。三人ともお帰りなさい。姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリイロ6でたまった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ。これが七死人の運命ってやつなのかな。
常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。あ、別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの。好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、タンコンはあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼おじちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。あー、すっごく楽しみ。列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は運命としか言いようがない。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だからもし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。ソンゴのクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。ソンゴという強い執念のもと、ベロブルグの剣奏者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の侵食が深まるにつれ、もともと脆くなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全にソンゴの運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎないソンゴの意志を見せた。その結果クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を震えたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオーンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリーロ6での活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね。たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時にかわいそうな人でもあると思うわ。
もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ、時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょ。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから、彼らが生きている間にある程度ヤリーロ6の繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備よ。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題が尽きそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリーロ6に与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても、性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより、知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリーロ6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。
彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、たった今。し、正規の安定率の測定中じゃん。邪魔をするでない。ちょっと、冷たくない？空間パラメータ、正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が式位置に達した。発射を強化する。おお、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリーロ6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務、特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路会議で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。